始まりましたシガ15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ジョージクルーニーです。お便りいただいております。リョウスケさんからギフトと一緒にいただきました。ありがとうございます。シガさんおはようございます。今ニワトリがいっぱい飛んでいる想定。毎日ライブ配信。毎日ライブ配信の卒業おめでとうございます。ありがとうございます。 ぽっかり穴の開いた気分とは無縁の朝を迎えられたと思いますがもう一回ありがとうございましたを伝えたかったのでお便りしました毎日続けること何回も繰り返すこと忘れても OK を私の生活に取り入れるきっかけとなった志賀さんの毎日ライブ配信でした誕生日桑田とドカベンの岩きと同じなのを覚えていてくれて これもありがとうね。じゃ、また土曜日にということで、良介さんどうもお便りありがとうございます。これはね、ラジオトークというアプリで、毎朝ライブ配信をやってたのを、ちょっと一旦やめようっていうことにしたんですよね。まあ、やめるっていうか、毎朝やってたのを、土曜と日曜、土日の朝7時からっていうことに、 え、変えたっていうことについてのね、お便りでございます。まあ、りょうすけさんもね、たびたび朝ライブ来てくださってどうもありがとうございました。まあ、これは前向きな変更ですので、その朝起きらんなくなったとか、毎日きついなと思ってやめるわけではなくて、まあ別に、それとは別に毎朝やることが習慣としてできたりとか、 あんまりそのスマホにべったりなのもどうかなっていうねそのデジタルミニマリスト的な考え方もありのっていう感じでまあ土日朝ライブしようっていうふうに変更いたしましたまあ興味のある方はね是非ラジオトークというアプリで聞いてみてくださいまあ一旦朗読をしようと今思っていて まあ銀河鉄道の夜を読む予定でございますので、実は読んだことないんだっていう方とかね、読んだけど忘れちゃったっていう方はぜひ来てみてください。まあ毎朝やってきて、多分3年4ヶ月とかなんですよね。やってみて、まあ習慣化する力とかね、まあそういったものが身についたかもしれませんし、まあ当然毎朝何か学ぼうとしましたので、 まあそれなりのね知識っていうのもついたんじゃないかなとね、えー、思っておりますただ涼介さんのお便りにあるように、まあ、忘れるものは忘れますので、まあ、忘れること前提にね学んでいくのがいいんではないかなと思いますね繰り返せばいいだけなんでねというわけで涼介さんお便りどうもありがとうございます15の壺さて えー、今日のエピソードタイトルですが、来たろう、金太郎、桃太郎。まあ、これらの発音についてね、ちょっとお話ししていこうと思います。まあ、全部太郎がついてるわけですよね。来たろう、金太郎、桃太郎。で、今回は発音は発音でも、日本語のアクセントという点でお話ししていこうと思います。まあ、アクセントっていうのは、 巷では、イントネーションと言われているもので、まあ、よくね、この番組でも取り上げてますけど、要は、音が高いとか低いとか、まあそういうことで、空から降ってくるのが、雨。で、これは高い、低いで、えー、キャンディの方は、雨っていうふうに低い、高いになってるとか、まあこういう、高い、低いっていうのが、日本語という体系において、非常に重要な役割を担ってるんですよね。で、再び、 タイトルを見て、来たろ金太郎、桃太郎。最後の桃太郎だけ、ちょっと高い低いのパターンが違うんですね。来たろっていうのは、まあ、このキーをすごい無性化して発音してるなと今思いましたけど、来たろっていうのは、キーだけ低くって、あと全部高いっていうような発音になってます。来たろう。まあ、こういうの専門的に平板型とか言ったりしますけど、まあ、それは置いといて、来たろ キーだけ低くって跡が高い。まあ、ちょっと無性化してるから分かりづらいですけど、まぁネタロウでも一緒ですね。ネタロウ。これもネだけ低くって残りが全部高い。そしてキンタロウっていうのも同様です。最初のキーだけ低くってそれ以降が全部高いようなアクセントになっております。キンタロウ。ただ、桃太郎の方は桃 で、ここが、低、高になって、残りの太郎が低いっていうような発音になってます。桃太郎。もしこれが、金太郎と同じような発音だったら、桃太郎っていう風になるはずなんですよね。それが何なんだということなんですが、まあ、今日の、このエピソードの核心っていうのは、日本語において、 モーラっていう単位がすごい重視されてるんですけど、音節っていう単位も非常に考え方として有効だみたいなことなんですね。まあ、モーラと音節については関連エピソードがございますので、確か J-POP の歌詞をどうやって歌うかみたいな話で、まあ、モーラと音節の話してますので、ぜひ聴いていただけたらと思います。 で、日本語では特殊網羅と言われるものがあって、例えば金太郎の「ん」とかですね。この「ん」っていうのは音説としては独立してないんですが、日本語において網羅という独立した単位として考えられます。まあこれがいろんなとこで確かめられますが、まあ例えば俳句とか川柳とか和歌とか読むときに、この「ん」っていうのは まあ、一つ分の単位として扱われるんですよね。まあ、一文字と言っても、この場合、まあ、言っちゃいいんですけど。なので、キン郎ロウっていうのは、五つの単位からなってると、まあ、日本語母語話者は直感的に感じるんですよね。で、これが、例えば、英語母語話者だったら、んっていうのを、独立したモーラ、 まあ独立した単位とはかなり捉えづらいと思います。金っていうこの一つの音節としてまあおそらく感じると思います。このうんっていうのはあくまで前に出てる木っていう単位と一つの音節をなしているということですね。なので海外の方がこんにちはってうまく言えずにこんにちはってなるのはうんっていうのを独立して捉えづらいからと。 いうことですですので日本語は網羅言語で英語は音説言語だっていう言われ方をよくするしまあこの番組でもそういう言い方をしてきたと思うんですがただ日本語においても音説っていう考え方が有効ででそれはどういう場合かというとまさに今この〜何々太郎といった場合のアクセントの規則を考える時に 音節っていうのが非常に有効なんですね。〜太郎といったときに、この〜の部分が一音節の場合は同じアクセントの型になるということができます。一音節っていうのは例えば、鬼太郎とかね、寝太郎とか。まあ、この木とかねっていうのは一音節かつ一モラですが、金太郎といった場合は、この金っていうのは 二網羅ですが一音節です。で、ここでは網羅ではなくって音節として考えた方が、まあ都合がいいんですね。金太郎。で、この金っていうのは一音節なので、北郎と同じアクセントパターンになるということです。それに対して桃太郎の桃っていうのはこれ二音節ですので、まあ別個のアクセントパターンになってるんですね。で、もしこれを モーラだけに着目して考えちゃうと、金太郎と桃太郎でアクセントパターンが違うっていうのがうまく説明できません。同じ金と桃という二モーラなのに、まあ、金太郎は平板型で、桃太郎はまあ太郎の部分が低くなるっていうのが、まあ、ちょっとうまく説明できないんですね。で、その代わり音節という考え方をまあ導入すれば、金太郎の方は 一音音で、で太郎の方は二音節だからっていうそういう、ううそ線引ききをすることができま,すまあ他の二モーラ一音節の場合も同様でまあグータラしてる人をグータローとか言った場合も同様ですこのグーっていうのは二、まあ、モーラですけど一音節なんですよねなのでグータローっていうのはキタローとかネタローと同じアクセントパターンになってますというわけで今回は モーラっていうのが非常に重要な言語である日本語であっても場合によっては音節という単位が重要なこともあるというね、まあ、そういったお話でございましたそれではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう番組フォローも忘れずよろしくお願いしますお相手は4月15でしたまたねー